木塚厚史、木塚厚史、木塚厚史、本名、木塚厚史、読み同じ、1977年7月19日体は、埼玉県浦和市、現、埼玉市南区出身の元プロ野球選手、当主、野球指導者。1977年に、埼玉県で生まれる、小学2年生の時に野球を始め、地元の浦和学院高等学校に進学して、 野球部に入部、森氏の勧めで投げ方をサイドスローに改造すると頭角を表し、の第76回全国高等学校野球選手権大会に出場。2回戦で中越高等学校と対戦し、秋谷正人と投手戦を繰り広げたが、9回裏に秋谷に敵自我を打たれて敗戦。明治大学に進学、気持ちを入れたピッチングをしたいという理由で、 登録名を、木塚敦史へ変更。上級生の川上健心、小笠原隆らの訓導を受け、エース投手に成長した。の東京六大学野球春季リーグ戦では、抑え投手として、優勝に貢献。秋季リーグ戦では、先発投手へ転向、対東京大学戦では、名題としては、星野戦一以来のノーヒットノーラン達成。全日本大学野球選手権大会にも、 出場、二回戦敗退、さらに日米大学野球選手権、大会日本代表にも選出された。1999年度プロ野球ドラフト会議で、横浜ベイスターズから二巡目指名を受け、入団。3月31日の対阪神タイガース戦で、延長10回に初登板、直後に勝ち越しだが生まれ、いきなり初勝利を挙げた。この初登板以降、引退まで全てが、 救援当番として起用されることとなる。前年にシアトルマリナーズへ移籍した佐々木和弘を失い、その後釜として期待されたラファエル・ベタンコートが結果を残せず、代役でクローザーとなった福森和夫も一応は抑えるものの内容で信頼を得るに至らなかったことから後半戦より、新人ながら守護神に抜擢される。 結果的には7勝3敗18セーブ、防御率2.89の好成績を残して、佐々木の穴を埋めた。球団で、新人投手が2桁セーブを上げるのは、当時初めてのことだった。は、抑えの座を、斉藤隆史に譲るも、中継ぎとして69試合に登板、防御率2.489勝3セーブを上げ、最優秀中継ぎ投手を受賞。は、 プロ入り2年間で115試合に投げた疲労から、腰痛に悩まされ、投板数は36と半減して、防御率も悪化。後半には2軍へ降格された。また、同年より車椅子の寄贈活動を開始するが、はさらに少ない28試合の投板にとどまった。からは無理に三振を狙わない投球に切り替えたことが、走行し、2年連続の不振から脱出。 52試合に登板して、防御率3.46と復活。この年から4年連続50試合以上登板を続ける。は、チームトップの58試合に登板して6勝5敗、防御率2.44を記録。木塚と河村武雄、加藤武春、マークク・クルーンの中継ぎ投手4本柱は、4人合計で215試合、防御率2.74の好成績を記録し、 クアトロケと名付けられた。また同年から始まったプロ野球交流戦の初戦となった5月6日の対ロッテ戦では勝利投手となり、打球場の試合が終わっていなかったことから交流戦最初の勝利投手となった。は二段モーション禁止の影響により思うような投球ができず、防御率も前年度より悪化したが、それでも59試合に登板。は、リーグ2位で、 球団史上最多の76試合に登板し、防御率3.06、中継ぎの柱として、チームトップの29ホールドを挙げた。7月8日の対広島東洋ガープ戦で、気づかの登板中に勝ち越したが、勝利投手になれなかった。7月20日には、オールスターゲームに初登板。第1戦で4回に4番手として登板し、三者凡退に抑えた。 10月3日の対読売ジャイアンツ戦で年間登板回数の球団記録を更新し、10月8日の対東京ヤクルトスワローズ戦では423試合連続リリーフ登板のセントラルリーグ記録に並ぶ。は、前年の金属疲労により右肩痛を発症。成績も振るわず、5月8日に2003年以来の降格となった。その後は、リハビリに終始し、 結局最小格することなくシーズンを終えた。投板数は入団以来最小の16試合に終わった。は、開幕2軍でスタートしたが、5月12日の対、読売ジャイアンツ戦に8回から投板し、アレックス・ラミレスを三振に打ち取って約1年ぶりに、1軍投板を果たすと、5月27日の対、北海道日本ハムファイターズ戦では、2008年4月1日、 以来の勝ち星を挙げた。は、開幕一軍を果たしたが、6試合の当番で、防御率12.27と不審で4月中に肉にへ降格。調整を続けていたが、来季の戦力構想外となったことを受け、現役引退を表明。10月6日の対阪神タイガース戦で引退試合が行われた。試合では8回表に死にる、打者は、 新井高博の場面で登板。木塚は試合前に阪神側に対して真剣勝負を懇願しており、二球目の速球を中堅越えの適時に塁だとされた。打たれて終わることになったが、木塚は悔いのない二球だったと語り、真剣勝負に応えた新井と、最後にああいう場面で投げさせてくれたと、うちの起用に感謝した。引退後も、スタッフとして横浜、 DNA に引き続き在籍し、12年1軍投資コーチ、14年は2軍投資コーチ、15年は球団職員、スカウト、16年より再び1軍投資コーチ。極端な前傾姿勢から体を左右に揺らして、ノーワインドアップで振りかぶり、体を沈み込ませるサブマリン式のサイドスローから 150km に迫るキレのある直球とスライダー、シンカー、カーブ。 シュートを投げる。気迫を前面に押し出すタイプで、ピンチの場面で打者を抑えた時は豪快なガッツポーズを見せる。投球練習前のルーティンワークとして、ジャンプ、小り、マウンドを掘るという動きを見せる。特に土を掘る作業は気合を込め、一生懸命に掘る。NPB で登板した490試合は全てリリーフで、先発は一度もなかった。また、 セリーグのみで登板した投手としては連続救援登板の記録保持者だった。現在でも先発経験がない投手としてはセリーグ最多登板である。ファンサービスやチャリティ活動を重視しており、2002年より父親の出身地である北海道足別市の足別病院などに車椅子や血圧計を寄贈している。また、2007年からは横浜スタジアムに キス20シートを設置し、抽選の上ファンにチケットをプレゼントしている。このようにファンサービスは徹底しており、100名を超すファンに囲まれても嫌な顔一つせず、最後まで丁寧に応じる。人一倍練習し、二軍でも若手の先頭に立って練習する。気づかは、酷使されようが何があろうが泣き言を言うことはないと語っている。チームメートはもちろん、 フロントや首脳陣からの信頼、人望がとても厚いことから引退試合には横浜スタジアムのスタンドなどに加藤武春、吉見祐二、横山道也、河村竹雄などのかつてのチームメートが駆けつけて引退試合を見届けた。打者に球史がわからないようにグローブをこねるという独自の理論を持っており、同僚だった加賀修芸はルーキーイヤーの2010年に気静かに志願して、 この技術の習得を目指したことがある。気づかもこれに気軽に応じ、マンツーマンで気づか独自の戦法の伝授をしたという。2007年12月2日の横浜スタジアムのファンクラブ会合にて、成りたい選手に、近所を立つ彦と相川良二を挙げ、もう一度やり直すなら、キャッチャーをやってみたいと発言。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。